クイーンズスクエア横浜の吹き抜けから見た港未来駅、ホームホーム、港未来駅は神奈川県横浜市西区港未来3丁目にある横浜高速鉄道港未来線の駅である。駅番号は MM03。当駅周辺地区は横浜市における都心の一つである横浜都心に指定されている。島式ホーム1面2線を有する地下駅である。 バ車道方は、クイーンズスクエア横浜の直下にあり、地下4階のホームから、地上フロアまで吹き抜け構造となっている。改札口は2カ所存在する。また、出入り口は、以下の7カ所ある。グランモール口以上通り口美術館口国際、大通り口欅通り口クイーンズスクエア、連絡口マークイズ連絡口1から4番出口は、美術館方面の改札、それ以外は、 クイーンズスクエア方面の改札が近い。ホームと美術館方面の改札の間は、ホーム1号車付近に上下両方向のエスカレーターが存在する。ホームとクイーンズスクエア方面の改札の間は、上下両方向のエスカレーターと階段が並行したものが2組とエレベーターが1台存在する。2020年度の1日平均乗降人員は53,491人である。 港未来線の駅では横浜駅に次ぐ第2位である。開業以来の1日平均乗降、乗車人員推移は下表の通りである。建設時の仮称は港未来中央駅であった。仮称に異論はなかったものの、他に港未来を名乗る予定の駅もなく、ことさら中央をつける必要もなかったことから港未来駅と命名された。自動券売機で パスモの使用履歴をプリントアウトした場合、乗車駅、降車駅欄ともに全角で MM と印字される。かつてパスネットで自動改札機を利用した時のカードリメニューの印字も同様であった。クイーンズスクエア連絡口はクイーンズスクエアの営業店舗が全て閉店する時刻とともに閉鎖される。地下3階改札口横にあるアーチ状の空間のことである。 柱がないため、イベントや待ち合わせ場所として使われる。また、パブリックメディア技術により、未来チューブのアーチ部分に広告や時報などの映像が流れる。横浜駅から渋谷方面に向かう客が、正規運賃を支払わず、当駅で折り返し乗車をする例が多発している。みらい線を運営する横浜高速鉄道は、ポスター等で告知を行っているが効果が薄いため、 ある一定の期間で折り返し乗車をする乗客を対象に検察を行い、悪質な場合には増運賃を徴収する対策を実施している。ありがとうございます。